これ超うまい。この辺のまあ代表格、梅色。あ、梅色、はい、はい、今年ちょっと物いいんですけど、もうちょっと大きかったらもう強烈な梅色今年上がってきてるんですけど、まあまあもちもち、はい、普通に浜笛吹。一般的にみんな釣りする人とかは笛吹きだいねっていうやつがこれです、はい。でここ目一台、目一台、はい、グッとランク上がっていきます。はい、でこれたまたまあったで、はい、笛台、これ笛台、はい、はい、このグループの一番トップです。トップボス、はい、はい。で、焼いとうガツオ、スマガツオ、ナチュラルな質感、脂乗ってる。焼いとうガツオが一番うまいかもしれない。脂がふくよかで美味しい。ゴリゴリ、うわ、すごい、この噛み応えがすごい甘く感じますね。状態がいい魚ってやっぱり甘いですね。石垣ですね。上の子供、埋め方でいくと5キロぐらい。これも脂がすごいですね。ナチュラルだけどすごいふくよかで美味しい。キハダなんですか。キハダマグロ。うわ、これも脂がすごいですね。白身だから肉みたいな食感と脂。おいしい。うまっ。外側のコリッと感と身の方のちょっと柔らかい感じの食感が面白いですね。簡単に言うと、アワビとトコブシって何が違うんですか。空気穴の数とか、トコブシはもうこれ以上大きくならない。でっかっていうんで、このぐらいまで。まあでも、でもそのぐらい。アワビはまあね、はい、もっとでかいですね。こんなになったり、そのいい場所、いい海藻が生えてるところの取った中の分厚い太い、やっぱり細いともう水気ばかり。トコブシは置いといたらめちゃくちゃになる。生で行くんだったら持ってきたら取れたで、しかも締めたてがベスト。もっちりしてる。カプチ。ねっとり感がすごい後半。バキバキのムッチムチ。一口サイズの超肉厚なトコブシのステーキ。肝の部分もすごいし。梅色。チリして甘い、美味しい。もちろんプリプリの食感なんだけど、噛んだ瞬間にみずみずしさ、なんか水分がジュワッてギュッギュッてこう口の中に染み出ていく感じ。肝って今、肝と何をあえたんですか。肝だけ。肝と塩で、自分とこのだし醤油ですよ。だし醤油、うまっ。香りすごい。肝ソースあるのとないのでまた違いますね。これは本ガツオです。あ、弾力がある、しなやかですね。この6キロのカツオの方がやっぱりでかいから身もつるんです。僕ら逆にこれもう1日置いたぐらいがもうこの方やと。小さいと早く食べないと全然ダメなんですけど、同じカツオの腹です。とろける、美味しい。これさっきのフエダイの骨ベースにゾウリ。これさっきのゾウリエビですか。これゾウリです。うわ、やっぱ過去一の赤だしだこれ。うまい。人生で一番美味しい赤だし。さっき生で作りで目一のあえて尻尾筋
すごいマッチョ。これって何ですか？それこそあんまり寿司ネタで登場しないと。へぇ、本名が銀高浜貝、市場に出ないんですよ。その貝がね、でも買ってきてくれた時にものすごい磯のいい匂い、いかにやっぱ綺麗なとこから来たかって分かります。これうまい、癖になるかも。トコブシと似てるけどちょっと味が違う気がするな。苦味はあんまないですね。そこなんですよ。美味しい。マッチの肌、梅色で、キハダの脂身です。うまっ、甘い。これもすごいいいですよ。これ、テキサル。イサキの概念変わりますね、これ食べちゃうと。でかいし、太かった。だから皮目の部分を取ってるというか、ここに旨味がつくんで、まあ、これそのまま炙ってもなんか香ばしい、美味しいんですけど、はい、炙ると割り方こう派手にくるんで、やっぱり物がいいんで、やっぱり本生の状態で食べていただいて、まあ、油の感じがちょっと突き抜けてますね、なんかうわおほほほ、先に切ったのがやや寝かし水飛びパターンなんで、はい、みずみずしいと。うわ、これはなんかでもフレッシュ感ありますね。ブリブリ美味しい。最初に食べたあのすごいすごかった遺跡あるじゃないですか、はい、あれ個体が違うじゃないですか、はい、寝かせてる期間も違うんですか。こっちが最初に、こっちが大きいし、あの太いし、ね、寝た感じ、はい、これややちょっと一蓋回り細いけど新品。うまみが増えてきてながら水分飛んで詰まってきた感じ、まあ、違いは余韻がやっぱり最初の方がずっと残ってくる。すっきりっていうか、はいはいはい、フレッシュ感があります、ね、どっちも美味しいんですけど、あのなんでこの辺り の, その魚ってこんなに美味しいんですか。イサキ1個取っても、はい、この潮目が変わるんですよ。ここイサキからして数キロですね。そのぐらいまでのなんか潮やっぱり物いいです。やっぱポイントがあるんですね、そのいい場所が。潮目がいいんでしょうね。来てよかった、今日食べ足りないぐらいです。